鍵がかかってるのか。もしかしたらさっきのダンジョンの入り口で使った鍵が必要なのかも。そうか、試してみよう。早く中に入ってみようよ。ああ、背中を任せる。どこかで重いものが動く音がするね。扉が開いたのかな。
いくぞ。
このくらいなら大丈夫だ。頑張って。安心して仕留められたな。さい。はっ。元気になったよ。倒せるか競争だね。さすがだな、ユキ。本当にすごいな。これで決めてやる。
しいって思えるのよね、勇気の剣技って。僕も負けないよ。次も行くぞ。やったね、達
で決めてやる。勇気のおかげで安心して仕留められた。この先に進むとボスがいるな。後にしよう。わかりました。この先にこのままボスに挑もう。はい、頑張りましょうね。このボスは手強そうです。強敵なので気をつけてください。おめでとうです。
イテムゲット。これで必要なアイテムが揃ったわね。ボスを倒す奥の扉が開いたわ。見に行こうよ。これかな。クエストで手に入るイベントアイテムとは別に報酬があるのね。これも探索の楽しみだよね。キーアイテムが揃ったな。気流装置のところまで行ってみるか。
ういったものがありますよ。早かったですね。お疲れ様です。またいつでも来てくださいね。本当にすごいな。さすがだな。俺も負けてられない。その調子だぜ、ユキ。これで決めてやる。いつもより調子いいみたいね、キリト君。これで決めてやる。おお、さすが。これで決めてやる。はっ。はっ。
て決めてやる。てっこそ。やっぱり強いな、勇気は。何か欲しいものがあるのか？いらないアイテム、どんどん買い取る。いらないアイテム、どんどん買い取るぜ。他には何か。いつでも来いよ。
で決めてやる。まだまだいけそうね。敵に囲まれたようだな。あなたたちはシャムロ？どこのパーティーかは知らないが、ここは共同戦線と行く。ああ、助かるよ。お前たちのパーティーはそこにいる2体を倒せ。他の2体はこちらで引き受ける。分かった。
どうしたの？他にやりたいこと、いつでもいらっしゃって。うん、いつでも来いよ。
俺たちにとっ、メッセージ、ギルド本部からか。何？セブンのイベント準備のため緊急招集だと？どうしたんだ？俺たちは一度ギルド本部に戻らねばならなくなった。先に中央の島に上陸する権利はお前たちに譲ってやる。この程度、我々シャムロックの攻略において支障はないからな。よし、撤退だ。行っちゃいましたね。本当にいいんでしょうか。ええ、私たちが先に。せっかくシャムロックが譲ってくれたことだし。ちよ、気流装置が起動したな。みんな攻略してしまいましょう。中央の島に到着したな。うん、あっという間だったね。それにしてもすごい装置だったな。ブワーって一気に上がってすっごく面白かった。こ、怖かったです。シリカちゃんは絶叫系苦手な。ジェットコースターみたいに落ちるわけじゃないのにダメなの？はい。俺たちもいるし大丈夫だよ。怖かったら。はい。あんた、キリトに励まされていきなり元気になったわね。もうリズさん、からかわないでください。それじゃあこの浮島の攻略に取り掛かろう。はい。
ダンジョン、気流装置を起動するためのアイテム集めで入ったところとは違う雰囲気がする。そう？見た感じそんなに変わらないような気がするけど、索敵スキルが高く、いやスキルというかゲ、何それ。これが結構当たるんだって。技のキレが増してるみたいだな、アスナ。
結城はいつも頼りになるよ。これで決め
てやる。これで決めて。僕もキリトを見習わないとね。セーフティーエリアがあるということは、この先にボスが待ち構えているみたいだな。準備は大丈夫？さっきのキリト君じゃないけど、この先に手強い敵がいるって雰囲気が嫌でもわかるわね。私も感じるわ。今までの手準備が整ってから。行くぞ。
するなよ。強力な一撃が来ます。はい、大丈夫、隠れてる。はい、これで決めてやる。はい、せい、せい。勇気、いけない、下がって。はっ、まだ余裕だぜ。頑張って。はい、サンキュー。パパ、敵の体力に弾を切りました。さすがです。草原の島はクリアだな。みんなすごかったよ。お前ら、俺様の勇姿をちゃんと見てたか。え、ちょ、なんだよみんなして。俺から目をそらすなよ。冗談よ、仲間の動きくらい。日頃の行いがあるからプラマイゼロってと。特に最近のお前の動向から考えれば十分評価されてるだろ。そんな、まあまあ、無事にオーバスを倒せたんだし、よかったじゃない。うん、初のフィールド攻略だもんね。そうだね、すっごく楽しかったよ。パパ、次の島が解放されたようです。よし、みんな、行く。わー、やったね、キイト君。おー、し、今度は砂漠の島ね。この草原の島とは地形。お疲れ様、キイト君。ああ、アスナ、お疲れ。砂漠の島にはどんな…みんな、この調子で次の島の攻略も…僕はいつでも行けるよ。前は使えなかった転移門が起動しているな。次の島にはこれを使っていけるのね。まあ、早速行ってみるか。
が砂丘峡谷ベルグンデですね。砂漠の島か。今までにない雰囲気のフィールドよね。レアな素材が眠ってそうだわ。リズったら素材に目がないわね。私は、ねえねえ、まずはどこから攻略していけばいいのかな。ボークリンデの時みたいにフィールドボイスをしてみようか。町に戻るのか。そんじゃ町に。これでみんな集合かな。よし、それじゃあ砂漠の島の攻略作戦会議始めるぜ。砂漠の島での最終目的はフィールドの大ボスを倒。ダンジョンがいくつかあったから、その中のどこかにフィールド攻略に。私もその可能性が高いと思う。俺も同感だ。どんな強さの敵がいるかわからないし、天威門近くの。そうだな。ふーん、なるほどね。私ね、アスナにプレゼントを作ったの。え？私に？いつもお世話になってるからね。そんなことないよ。でも私のために作ってくれるなんて。はい、これ。下着だよ。またこれはすごいな。どう？可愛いでしょ。アスナに似合いそうなの多いし、細かい刺繍にもこだわっててね、結構苦労して。ちょっとキリト君、そんなにまじまじと見ないでよ。ごめん、見事な刺繍だなって感心してたんだ。アスナ、気に入らないかな。うん、すっごく可愛いと思うよ。まさか下着を作ってくれるなんて思わなくて。そっか、喜んでくれてよかった。今？せっかくだからアスナがその下着をつけてるところを見たいな。でもキリト君いるし。俺外に出てようか。ほらキリトもこう言ってる。外に追い出すなんて悪いよ。じゃあ目の前で着替えようか。え？それはダメ。わかったわ。ちょっとそこの陰で着替えるから。キリト君、絶対覗いちゃダメだよ。ああ、もちろん。それじゃあ決まりね。うわぁ、ちょっと押さないで。アスナ、うまくストレアに乗せられたな。よし、それじゃあ装備を全開出しようか。ストレアさん、ちょっとね、なんで着替えてるところをそんなじっくり見られるかね。別に恥ずかしい。ほら、脱いだ。自分で脱がないから、私が脱がしてるよ。いやー、自分で脱ぐからというか、装備解除できるの私だけだって。遠慮しないでよ。こっちまで丸着こえなんだけど。キリト、お待たせ。ああ、やっとは。ちぇー、似合う？なんで下着のまま。キリトだけ見せてあげないのはかわいそうだなって思って、そのまま出てきちゃった。
そうか。いや、おかしいだろ。それに、なんでストレアまで。アスナ見てたら、私も来たくなっちゃったの。自分用も作ったんだよ。やっぱり恥ずかしい。手で隠したらもったいないよ。もっとどうぞ。ねえ、キリト、アスナの下着、どう思う？装備すると細かい装飾までよく分かっていいな。ちょっとキリト君、何真面目に語り出してるのよ。ごめんつい。やっぱりキリトも下着。そしたら今度はどういうのを作ろうかな。可愛い系といったらフリルとレース、あと清楚感を残したいから色を、例えば薄い水パンツの両サイドにはリボンがあった、あと何、もっと透け感を出した方がいいとか、布の面積を少なくした。キリト君、想像しないでよ。してない。嘘、キリト君の考えてることはおみ、アースナ近い、自分が下着だってこと忘れてないか。キリト